今日は今ちょっと夜中深夜なんですけど、実はね、これ撮影でもらったパジャマ着てます。だから私もね、もうお風呂も全部入ってすっぴんなんでね、もうクマさんもそんな状態なんですけど、なんかね、普段夜中に小腹が空いた時に夜食をクマさんがね、たまに作ってくれるんですけど、そのね、インスタントのチャジャンミョンがめっちゃ美味しくて、クマさんが作るとなんかすごい美味しくって、ちょっと作るところからね、食べるシーンまで撮ってみようかなと思います。で、今日もね、いつも通りの流れでクマさんにね、夜食を作ってもらうんですけど、クマッチお願いできる？あ、皆さんこんにちは。さあ、クマさんがどんな作り方をしてるのか、正直ね、作るとこも今まで見たことないので、うまくできるかどうかわからいないつけもど、通り、頑張ってみる。いつも通りでいいよ。はい、じゃあ今からクマさんが作っていきます。どうぞお願いします。ああ、はい。まず、その鍋でお水、ラーメン4つぐらいちょっと使おうかなと思って。チャパゲティ4つ作ります。オリーブオイルです。はい、オリーブオイルをちょっと入れます。お、野菜入れますね。もうすでに切られているものですよ。この間に麺入れます。え、あるんだ。3本ぐらいはあるよ。ええー。そうしないと大きすぎてうまく茹でれない。ちょっとはこのまま。最高。あれ？これって後入れなの？先に入れ、私はいつも入れてるけど。あ、僕は後で入れる。これポイントですよ。普通の作り方と違う。なんかサクサクすることが好きで。そうなんだ。オイル？オイルだよ。全部入れてから混ぜるんだね。なんか混ぜることが、麺がなんかそれ油がないとうまく混ぜれないと思うよ。混ぜた後、こっちにはちょっと塩コショウ。これは最後、こっちに。はい、今こんな感じになってます。ここから目玉焼き。おお、いい音。じゃあ、これに卵焼き2つ。卵焼きじゃない、目玉焼きね。あ、目玉焼き。目玉焼き2つ混ぜて完成です。わー、美味しそう。食べよう。食べようか。バンちゃんと一緒に。チャパゲティ。クマさん特製です。これいつも夜に作ってくるのめっちゃ美味しい。はい、ネギもね、一緒に食べると美味しいです。じゃあ食べようか。食べよう。マッチありがとう。いただきます。いただきます。先にどうぞ。最初アスカバー半分切ってね。はい、卵半分割ったよ。チャパゲティ、あー、美味しそう。こんな感じです。やばい、めっちゃ美味しそう。先にもらっていくよ。おー、美味しそう。美味しそう。このお肉が入ってる感じもいいね。これいいお肉だよ、これ。普通にスーパーで買った。普通のスーパーのお肉、なんかめっちゃ美味しそうに見える。ね、クマッチがいつも作ってくれるの、なんかね、高級に見えるんだよね。なんかクマッチが焼くと。ほら、こんなの。めっちゃ美味しそう。ちょっとこれ、贅沢ご飯じゃないですか。で、ここにね、ちょっとこれ。少し乗せて。乗せて。うわー！はい、こんな感じのお夜食です。じゃあちょっと先に、クマチより先にいただきます。どう？まい。これ、クマチがいつも作ってくれる夜食、これ。お肉。お肉ちゃんとできてる？なんかこのいつも噛み応えのあるお肉が美味しい。キムチ。キムチ似合うね。めちゃくちゃ美味しいよ、くまち、これ、やっぱ。
この卵の半熟加減がまた素晴らしい。これこのちょうどいい、ちょうど半分の半熟これすごいよね。私いつも結構完全に完熟か、うん、煮えちゃうかのどっちかになっちゃう。幸せご飯だね。美味しいね。美味しい。夜中小腹空いた時のこれ最高だよね。また夜中に食べるっていうのが美味しいよね。お腹空いてる時に食べるからもっと美味しいと思う。そうそう、夜中お腹空くんだよね。くまさんと私結構夜更かしだからね確かに、うまっこのちょっとまばらにさ、このスープの粉末の粉がついてるとこも好きあとネギがよく合うよね、何気に。うん、ネギ合うよこれね、たまにあのスパムとか入れてくれる時もあって、スパムも美味しいよね。うん、スパムも似合う。結構お決まりだよね。はい、ちょっとアングル変えましたネギと一緒に食べると、うん、初夏がうまくできるから。そうなんだ、うん、だからそのおすすめだよ。ネギ、だからくまちいつもネギ用意してくれてるんだ。やっぱりくまちみたいにちょこっと野菜入れたりお肉入れたりとか、ちょっと手間をかけるとくまちみたいに美味しくなるんだね。あとこの火薬をね、後で入れたのにびっくりしてたけど、後で入れるの美味しいんだね。それがポイントだよ。なんか水がまだ麺に残ってるから、なんか混ぜる時にもうちょうどいいぐらい茹でるから。確かに火薬全然違和感ない。ちゃんと普段のね、あの煮詰まった感じになってる。すごい美味しい。チャパゲッティなんか今まで私茶碗好きだったけど、チャパゲッティ美味しいね。くまっちが夜食で作ってくれるようになって、初めてね、このチャパゲティの美味しさを知ったというか。それまで完全に茶碗派だったんですよ。茶碗っていうチャジャンミョンのインスタントがあるんですけど、うわぁ、タムジと一緒に。美味しい。タムジいいな一緒に食べて。なんかバンちゃんはいつも家にあるもので用意するので、あるもので、今日はタムジが偶然あったのと、キムチは常にあるかな、あともやしのナムルと、いつもはランダムです。美味しい。マジ最高、ありがとう、本当に美味しい。ちなみにこれパジャマなんですけど、マジわかるよねこれこの前ね、スタジオ撮影があって、その時の衣装でくださったんですよ。持って帰っていいよって言われて、撮影できたやつそのまま使ってますぴったりだねぴったり。そう、サイズもね、ちょうど用意しといてくれたらしい。スタッフの皆さんありがとうございますてるとね、いい感じに眠くなってくるいつも食べるとすぐ眠くなって寝ちゃう。でもやっぱなんか食べた後は眠くなるよね。なるなるなる、なんか幸せいつもこの時間幸せだよね。なんか普通に夜ご飯の時間よりも何気に夜食の時間の方が好きかも私毎日の一日の最後の締めというか
はい、食べ終わりました。もうね、美味しかった。お腹いっぱい、空っぽ美味しかったね。ネギはちょっと残ってるけど、これまた次の夜食に置いといてもいいし、バンちゃんはね、ちょっと明日用にちょこっと、でももうほとんど食べたけどもやしとタムジがね、残ってるのはちょっとまた回そうかなと明日に、はい、思います。顔映ってないわ。はい、ごめんなさい、ちょっと顔が全然映ってなかった。なんか夜食でこうやって食べるのってね、なんかさらに美味しいというか、普通にご飯で食べるよりもなんか美味しく感じるのもあるし、なんだろう、人が作ったから美味しいっていうのもあるかもしれないけど、というかくまっちが作ると美味しいんですよね。才能あったかな。才能あるよね。なんか夜食の才能がある。でね、他にもね、くまっちの夜食メニューって実はいろいろあって、ラーメンも美味しいんだよ、くまっちの作るラーメン。あれね、ほんと絶品。なんか普通の、でもね、これはね、使う切り方にこだわりがあるそうなんで、またそれもね、ちょっとまたいつか紹介したらいいなと思ってます。あと普通にね、くまちが昔から、私とくまちが大学院の頃から、くまちが作ってくれてるプデチゲもね、めちゃくちゃ美味しいんですよ、くまちの。それもまた動画で撮りたい。あ、そう、うん、いいよ。ということで、以上、くまちの夜食ご飯チャパゲティ編でした。やったやったやった、違うか、うん、じゃあ今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。오늘도맛있었어요。잘먹었습니다。